ミレニアムラインはカナダメトロバンクーバーにあるトランスリンクが運営するバンクーバースカイトレインの路線である VCC クラーク駅とラファージレイクダグラス駅を結んでいる2002年に17年ぶり2番目のスカイトレインの路線として開通した路線で VCC クラーク駅からラファージレイクダグラス駅までの運行となっている開通前はエバーグリーンラインと呼ばれていた エバーグリーンに延伸区間は、コキットラム市を走る新線として2012年に着工され、2016年12月2日に開通した。もともとは路面電車として計画されていたが、エキスポラインやミレニアムラインと同じシステムとして建設されることとなった。開通後はミレニアムラインと統合された。エバーグリーンに遠区間が開業する以前は、 始発のウォーターフロント駅からコロンビア駅まではエキスポラインに乗り入れ同じ駅に停車し、そこからサイモン・フレーザー大学などのあるバーナビー北部を通り VCC クラーク駅までの運行形態としていた。また、2018年にはブロードウェイ地下鉄事業として VCC クラーク駅からアビュータス駅までの区間の延伸が決まり、2020年には建設が開始され、 2025年に完成予定となっている。この部分はブロードウェイ通りに沿って地下を走る地下鉄となる。その先、さらにブリティッシュコロンビア大学方面への延伸が検討されている。ありがとうございます。